お、新しい人でね。どうしよう、南の隣人同士の争いで、国境での貨物輸出のぞ。国民経済を保護するため、党は適切制限を導入した。なんだ？あ、その前に妹さんの話は？親愛なる司令官殿、通してくれてありがとう。妹は入院中だけど、容態は安定している。妹の命が危ないと知った時、私はとても恐ろしくなった。もしあなたが私を送り返していたら、どうなっていたか、一生涯感謝しますと。で、なんだ？パンデミックは終わったと。ああ、ワクチンの接種の義務は廃止された。長年続いたカカスタムとアルバラフの武力衝突は、最終的に両国の国境を閉ざし、すべての外交関係を断絶させた。この紛争の結果、我が国は南の隣国の新たな輸出先となった。へえ。海外からの物質の輸送に制限を導入していると。ほう、どんな制限だ？ちょっと、まあ、いっぱいあるし。国家経済の保護。物資の輸送が一時的に制限される品目ごとの上限が食料6、家電3、化学物質3ね。なるほど。で、ダメージ登録とかが、で、いろいろ増えたと。またバンパーの本質って書いてあったな。大丈夫かな？さあ、じゃあ一人目だね。どうしよう。車、前に出しとこうか。いや、こんにちは。とりあえず書類もらいましょう。カガフスタム、東の土地で石油を発見して以来、我々に嫌がらせをしてきた。戦わずにして諦めるわけ。正義感の強い人ですね。あれ？あ、荷物持ってないのか。まあいいか。で、有効期限が、5月、大丈夫だね。あれ、輸送って書いてるけど。ん？何輸送したの？持ってないじゃん、なんも。とりあえず、2、3、4、8、大丈夫か。で、TRA の6392YN、お、大丈夫、大丈夫。まあ、そんなところかな。クラーツリックだったかは確認しようか。グラチュリックだよね。どっかパンクしてるような傾き方だけど。パンクしてないのか。ついでにだけど、灰色じゃないね。LK 王国、OKU。LK 王国でもなさそう。まあ、9割タイヤのところに、マークがあるからタイヤをぐるっと見ていけば大丈夫。OK。じゃあ、罰なしか。じゃあ行って、行ってもらって大丈夫だね。やっとだって。やっとっていう人増えてきたな。タイヤパンクしてない？大丈夫？押し完璧って言われたね。ガラスが割れてるね。お、何を、タバコ、買ってくれないか。あ、何も言わないタイプの人ね。とりあえず、タイヤを見ておけば大丈夫よ。お、鶏か。あ、タイヤは2パンクしてるね。で、ミラーがないと。ミラーダメ。パンクはしてる。ガラスが1枚割れてる。2枚か。ガラスは。後ろのところは大丈夫だね。よし。ということで。で、貨物を見てみましょうと。なんか卵を産んだように見えたけど、気のせいか。あれ？多くね？
応重さも測るけど、518、あ、大丈夫か。で、10と1、合ってる。問題は、だけど、まず入り、いや、合ってるよね。で、なんだっけ？家電、食料品が6。あ、動物は関係ないのか。とりあえず、有効期限大丈夫そうだね。で、名前確認。で、カガムスタムは関係ないか。あ、ごめんごめん。OTY 大丈夫か。6257で YY 大丈夫。大丈夫か？顔も大丈夫だし。ああ、大丈夫か。珍しいな。まあ、違反してるものもなかったし。とりあえず行ってもらおうか。良い一日を。ありがとう。これ赤だしね。次も赤だ。お、なんだ？あ、ライトの破損。ライトの破損してたか？見てなかったな。いや、こんにちは。もうそろそろ違反者いない？珍しいけどね、今日。じゃあ、見てみますよ。名前。カガムスタム、有効期限大丈夫。で、パスポート番号は一致してる。で、顔も一致。で、BFX の6730KU は大丈夫。で、アザールブイは、ああ、アザールブイだね。運んでない。とミラーも大丈夫。あるあるね。あ、この人も大丈夫じゃないか？あ、問題重量か。2、ああ、全然大丈夫。仕事できてるのね。帰りになんか荷物持っていくんかな。大丈夫そうだな。荷物持ってないから結構大丈夫だね、みんな。おう、それじゃあ。あ、バンパーあるよね。違反者じゃなければいいけど。あ？か、あ？あー、残念。失敗したな。追いかければ、なんか見つかるのかな？結構な金額だったな、500。本当に必要ですよ、と。ついでに何だったんだ？あ？ナンバープレートか。家庭用品か。よくわからんな。破損してる、破損してないと言われて。いや、こんにちは。まずは、書類いただく。いやー、さっきはここでミスをしたんだな。あー、あるね。ちょっと一回降りて。睨んでくるね。ちょっと一回お縄になってもらうよ。正当なって、まあ正当だね。タイヤ見ておくべきだったな。お、また偽札か。結構タイヤに隠してるんだね。どうやって隠すんだ、タイヤに。で、ここら辺には何もない。あ、結構タイヤにあるじゃん。全部のタイヤにあるじゃん。へえ、こんだけを見落としてたのか。で、あ、あるね。
から出てきた。で、ここにはなし。三、なんとかっていうのは、これ長さそうだね。あとは、対、後ろとかには隠してない。まあそんなもんかな。うん。偽札は見えそうだからね。この扉の裏とかには隠してないんだね。よし。じゃあさっきはミスったけど、まあ答えを見てやったって感じだな。よし。じゃあ片付けて。どこを見つけてない。フロントグリルってどこだ。ま、前のことか。よし。じゃあ一人見つけたから次から気をつけていこうか。いや、こんにちは。じゃあ書類いただくよ。何も言わないパターンで、さっきはここで、ああもう名前が違う。残念だったね。有効期限もギリギリだけど大丈夫。あとはなんだっけ、家電製品が3ね。家電製品じゃないか。トイレ3以上あるな。有効規定×で、車両重量を見よう。ああ、大丈夫。アザール V、アザールだっけこれ。アザールじゃないような気がするけど。うん、車種もおそらく違うな。これはなんていう車だっけ。さすがにアザル分じゃないから。バリラ404じゃないのこれ。あ、バリラだな。で、FTZ の7120の、ああ、あってらって。で、アザ RV だったら、車種バーツ。重量も大丈夫だった。で、食われてるところは、ちょっとカクカクなってきたな。多分大丈夫かな。で、一応荷物確認ね。ダメっていうことは分かってるけど。よし。トイレは2、ガスコンロ2、洗濯機1、肥料7。合ってるけど、いろいろダメだったね。じゃあ、だけど、お断りしますよと。拒否だね。アルバラフ？あ、エルケ王国で。はい。色が微妙だな。多分大丈夫はず。よし、お、マークスじゃないか。うん。書類いただけますか？あ、アザド・アルバラフの強欲によって、カザムスタは勢力を伸ばした。止めるタイミングがあったが、もう手遅れ。はあ、手遅れな。アルバラフ？あ、エルキ王国ね。バンパーの紛失1。ちょっと、見てみましょう。あ、2か？タイヤになければ。あ、タイヤにないね。あ、いや、道に、いいんじゃないのか。とりあえず、バンパーはダメだね。バンパーは紛失していますよ。
で、ミラーはある。で、ライトが。で、指紋もダメ。お湯ちっちゃいところで違反になるから嫌だね。で、横から見て。あー、こっからじゃ見えないからごめんね。ついでに、まあ、ヘビーマークないね。で、荷物が6あるだけ。バリラ404か。あ、さっきのやつだ。ああ、バリラか。有効期限も大丈夫で。名前みたいなもう一回見てもいいか。体力あるし。あ、156だ。重量が、大丈夫。全然大丈夫。顔も大丈夫だね。で、じゃあ、行ってもらいましょう、証人。一人ダメな人がいただけあったな。じゃあねー。あ？何だ？あれ？どれだ？なんだっけ？年齢のところか。いや、年齢は見てなかったな。残念だった。で、これで終了か。ああ、残念、誠に。あ、ていうか、車壊れたままだった。後で直そう。さあ、ということで、最後の人、戻ってきましたよ。で、どこにいるんだ？ヘビーマーク。ヘビーマーク。タイヤパンクしてるな、両方と。もう気をつけて。取っていくよ。この人がなんか密輸品なの、人なの。ん？今のところ証拠ないな。壊れてるし。さっきとは違うか？あ、あるはあるわ、ちゃんとマークが。よかった。なんかセーブ&ロードして失敗したかと思った。じゃあこれでゆっくり見れるね。タイヤパンクしてるからこっちにはおそらくないんだろうね。ああ、多分、あ、あるある。で、何が、偽札人気やな。で、タイヤパ、ないね。ないなぁ。まだ一個だけやな。わざわざ、チャック開けるだけでいいんじゃないの？二、三だね。三か？おー、ない。まだ見つけてないところありそうやけどな。椅子の後ろに隠してない？
あったあった。まあ、こんなもんでしょう。よし。よし、ごめんね、のびこ。のびこ、二人。片付けて、マキシモフ。マキシモフ。明日は、全部か、これで。いやー、なかなか大変だったな。まあ、これ以上、貯めていってもいいけど。あ、スペースがないって。ここら辺もスペースだな。どうしよう、人も増えてきたし。ああ、増えてきたし。一回掃除するか。じゃあ、輸送用。ガレージの？ああ、あそこね。一日に呼べるのはどっちかなんかな。よし。とりあえず、車修理しよう。完了したの。よし、オッケー。で、一応だけど、写真撮っとこう。まず囚人を移送して、お、いい金額になったね。で、もう一つ、既製品を、あ、既製品は少なかったな。あ、自分ではいろいろできないのか。いやー、まあでも結構いい金額になったね。3000か。どうしようかな。まあ、新しい車を買う必要もないけど。まあでも。いやー、スッキリしてよかったね。どうしようかな。まあ、酒とか大きくなってきたから、今度から、別に死体あさりしなくてもいいような気がするな。じゃあもう寝ましょうか。まあ依頼が来そうで怖いけどね、夜の間に。おし。まあプラスか、まあ初日としてはまずまずっていう結果かな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。では、それでは。